さあ、それじゃあブレスオブザワイルドの続きやっていきます。さあ、この白く輝く白馬のような輝きという白骨馬、これをおじいさんに見せてみたいと思います。さあ、おじいさん、あ、めっちゃビビってる。わしももう少し若ければ白馬に乗って姫様のような女性と旅を、ロマンじゃの。そしてまさかのスルー。これ白馬を見せる前にこの馬の骨で来たかったかな。ちょっとフラグが立ってないみたいですね。何も会話がないかもしれないけど。さあ、インブリーさん、どうですこれ。おお、またまた野生馬を捕まえてきたのですね。早速登録なさいますか。お願いします。ちょっとお客さん、その馬って魔物じゃないんですか。さすがにそんな奇怪な馬はこちらでお預かりできません。奇怪な馬とは失礼な、こんなに優しい子なのに。クソ、こんな馬やど、出てってやる。あ、ドロットさん、お肉手に入りましたよ。クマやっつけたら出てきたっす。獣肉っす。ありゃーっす、俺はまた100ルピーでいいっすか。えっすよ。さあ、軽い会話、とっても嬉しい。これってさ、獣肉をたくさん与えるとそのうちすごく元気になったりするのかな。でも魔物の馬だとちゃんとみんなこうやってビビるんですね。よし、じゃあまずはこの辺りのコログポイントをチェックしてあるんで、それをやっていきましょう。あと、このスタルホースだっけ、これさ、朝になったら消えちゃう可能性もあるんで、その辺ちゃんと注視していきましょう。さあ、これは風車。さあ、出てこない。これは、あー、あれか、どんぐり打つやつだこれってさ。あ、ちょうどビタロックだ。あー、ビタロックできる。そうだよね、やっぱ前回あまりもちゃんかちょっと難しすぎたもん。こういうのがないとできないっていうプレイヤーもいるだろうから。さあ、これで狙っていく。よし、解除。これって、あれ、ちょっと、あ、車線から逃げたんだ、賢いあいつ。全然ノーミス入ってないのに。あれ、どこ行った。あ、ここ乗ってないといけないんだ。出た。よし、他には、お、 OKOK。ちゃんと難しいやつはそれなりに攻略方法があるってことだよね。さあ、次行こう。朝の4時か朝の5時くらいかな、何かあるとしたら。さあ、キースクは放っておいて次に行こう。この辺りは何だったかな。これだ、小石がやたらといっぱいあって、投げる場所がないからこれか。三角形の形にすれば OK かな。よし、へへ。お、なんだって、敵が出てくる。うん、よし、お、当たらないところを打ってる。落ちろ。兵士の弓か。弓は兵士の弓の方がいいかな。あれは回収はやめときましょう。おっと、まだ大丈夫ってことは朝5時ぐらいかな。おっと、悪いな。さあ、この辺り、おっと、鹿がいるけど放っておこうかな。さあ、ここは金属製の弾を入れるところ。うん、スポッ、入った、これ入った。
オーケー。さあ時間がない。よし、じゃあとりあえずこれ乗った状態でどうなるか見てみましょう。お、わあ、わあ、スタル。悲しい。チリと消えていった。寝てしまうとかそういうことでもなくて消えちゃうんだね。うーん、これは悲しい。夜の間でしか乗れない馬ってことか。よし、じゃあ馬見呼ぼう。さあここは小石を投げ入れるところか。結構遠くない？届くかこれ。微妙に届かないなこれ。ほっ、よし、オーケー。さてこの辺り結構転ぶイベントがあったけど、いくつぐらいあった？少なくとも今4つやって、まだ他にもあったかな。ここの橋を渡っていくと、あ、橋渡っていくと闘技場に早く行けるんだ。うん、消す。よし、じゃあ一旦馬宿に戻って冒険していきましょう。さあ馬宿。あ、ごめんごめん、まさか当たるとは思わなかった。お、ファイアウィズローブ。あれはどうしようかな。武器、武器はまあスロットが余ってないから無視しちゃおう。そしてちょっと面倒な敵がいるな。これは竜骨ボコバット、いやこっちでいいか、トゲモリブリンバット。うん、強い、いいよ。ちょっと客、お、やる、ちゃんと狙ってくれる。自動で狙ってくれるのかな。左振りとかないよね。うん、敵がいる方向に合わせて勝手に振りを変えてくれるっぽい。賢いなリンク。さあこの辺りは確か怪しげな小石があったはず。オッケー。さて反対側の方には確か壁面に描かれたあれか。ちょっと遠いかな、雨が降ってるから危ないし。あれはまた今度にしましょう。さあ青ヒノックス先輩はどうしよっかな。やっつけても大したものはないんだけど、まあ一応倒しておくか。全然気づいてないしな。お、ふん、えい、あ、え、うっそ、うまみちゃん今ノーダメージだったっぽいけど、すごくない？ちょっとうっかり近づけさせちゃったかなと思ったけど、なんか割といけちゃうっぽい。さあいい感じ。連続で撃つっていうのもありだけど、どうしよっかな。わ、ちょっと見て見て、ちゃんと見て。さあ避けて殴る。壊れた。まあいいでしょ。じゃあ武器を切り替えて。勝てー。よし、さああっさり撃破。お、さあ落としていったアイテムは月光のナイフと兵士の弓。まあいつも通りか。
あまり戦う理由がない相手だけど、ヒノックスの肝っていうアイテムが出てくるから、それを目的に戦うことありかな。さあ、耐久アップ台、嬉しい。よし、じゃあ行きましょう。あと敵のヒップドロップが、なんていうのかな、馬に当たらないっぽいのがちょっと面白かったかな。もしかしたらダメージ負ってるかもしれないから、耐久力は気をつけていきましょう。さあ、この辺りは、この真下辺りに確か祠があったんだよね。さあ、滝。あの滝は、マップで言うと、始まりの大地の、ここか。うん、懐かしい。何もなさそうかな？よし、お。よくよく見るとあそこなんか、コログっぽくない？石が円形に並んでるような、並んでないような？まあいいや、チェックだけ入れときましょう。よし。他には？今結構霧状だから、わからないというか、わかりづらいというか？よし、大体 OK でしょう。さあ、あれは？あれはまだ撮影したことがないかも。ゴーゴースミレ。はい。よし。お、旅人だ。あら？と思ったら？ボクブリンがいるぞ。これは？誰かー。すごく悲鳴を上げてる。ちょっと、戦いづら。そして、あ、飛び乗るだと？やらせはせんぞ。よし。ふん。よし。ふん、ふん、ふん。でーい。ちょっと、なんか弾いちゃった。落ちるのもったいない。まだ生きてる。ふん。あ、落ちてった。結局、落ちてしまったか。さあ、お嬢さん、大丈夫ですか？いたいた。あら？まさかの助けて損するパターン。何ですか？あー、かわいい。それで、俺にお礼をくれたらありがたいんですけど。あたしと、いいことしない？いいよ、断る。いいよ。それじゃあ、目を閉じてほしいな。わかった。それはちょっと、うん。わかった。ねえ、ちゃんと目を閉じてる？それじゃあ、ハイリアの英傑さん、お命頂戴します。目を閉じてあげてるのに、すごく、丁寧だな。弱い。さあ、バナナゲット。ああやってイーガダンの皆さんも怖いみたいな演技するんですね。多分、いやでもボコブリの方が強いかもしれないな。よし、さてと、じゃあこの辺り見ていきましょう。お、さあ真ん中には敵の拠点があって、崖際。この辺すごく眩しい。取れそう。さあ、これはゴーゴースミレ。量に使うと蓄えられた需要成分によって移動速度が上がる効果がつけられる。お、ビリビリだけ。ゲルド地方でよく見かけられるキノコ。傘の部分に絶縁成分が豊富に含まれている。さあ、うっかり新種を取ってしまった。お、お、待って待って、なんかいっぱい出てきたぞ。ちょっと
なんだお前。さあ、カラカラコヨーテ、カラカラ砂漠的な？これは狙われてるのでは？ちょっと？やる気かお前ら。俺は餌じゃないぞ。さあ、警戒していく。よっ。よし。さすが砂漠、結構危ない。すごく明るくてよく見えない。お、結構隠されてる。ビリビリだけってことはこの辺り結構雷が来やすいのかな。砂漠地帯っていうとなんか暑くて寒い的なイメージがあったけど。さて、それじゃあ地の利を生かすために高いところに登っていきましょう。お、怪しげな脆そうな岩。そして試練の祠を感知。これはおそらくこれかな。そして交渉。さあ、敵の様子は？フロアが2階、3階、4階まである。これは遠距離からやっつけるべきか？気づいてないみたいだから、下から順番にやっつけていくってこともできるかもしれません。あそこに敵はいないんだ。お、あれは脆そうな岩か？ちょっと近づいてみないとわからない。よし、じゃあ防具、忍びスーツ。お、階段から、階段じゃないや、はしごからジャンプするときにちょっと音が立っちゃうみたいだな。これは賢いステルスゲーム。そい、落ちちゃう。まあしょうがないか。おっと、2体いる。これは気づかれないかな、距離的に。オーケー、なんとかいけそう。忍、よーし。さてと、盾かもらっていこう。さあ、中身は？お、ちょっと動かせる。さあ、氷の矢、うん、なかなかいい。トゲモリブリン槍か、いらないな。武器は十分だよね。さて、この上、この上って何もないと思うけど、一応登ってみるか。登れないか？お、いけたいけた。ちょうどそこの穴に行けるかな。ふっ、お、あら、おお確かにすごく足プラプラしてるけどあ、行けた行けた。あ、ダメだ、なんか不思議な壁があってここ向こう側に行けないですね。すごい、それっぽい。いけない。まあ上の方おそらく何もないと思うから、ないよね。いいでしょう。
もう一回。あれ？立てない。立てなくなってしまった。どういうことだ？あ、そっか。立てないようなとこに入ると、そうなるのかな？うん。まあいいでしょ。さてと、あれか。さあ、目指すべきはあそこ。よし。じゃあ気になる物見台の方も見ておこうかな。敵は出てこない。錆びた盾、かなり意味深だが、なかなか壊れないな。お、あれは完全に脆いやつですね。小石か。宝箱、小石じゃない。コログ系は明らかになんかこう一個だけポツンと置かれてる場合が多いから分かりやすいんだけど。さあ、中身は？紫ルピー、これは結構嬉しい。うん。おっと、ちょっと離れて離れて。ふん。お、洞窟からの、お、一つだけ金属製。これは怪しい。これを使って石を動かせってことかな。さあ、あからさまにいっぱいあるところ。うん。さあ、どけどけ。お、楽しい。ふん。お、出てきた出てきた。もういいかな。トパーズ、まあまあかな。よし。さあ、ここのお宝をゲットしたからいいかな。この物見台は何か意味があるわけ？中身に何か怪しいものが入ってるとか。木箱系はそういうことあんまりないんだけど。リンゴか。うん。お、ビリビリフルーツ。わっ、よっ、わっ、ちょっとすっげーもの持ってる。ふう、危ない危ない。さあ、これはトゲモリブリンパッド。竜骨系とちょっと見分ける方法がわからないけど、まあいっか。じゃあ余ってるからもらっていきましょう。うん、盾がもらえるだけか。じゃあいいや。お、看板発見。この先道なりゲルドキャニオン馬宿。砂漠に入る前にぜひお立ち寄りを。天使より。うん、砂漠にまだたどり着いてなかったんだ。ゲルドキャニオン馬宿、ちょっと上気になるけど、どうしようかな。回っていくか。さあ、シーカータワーが見える。おっと、敵の拠点だ。ストップストップ。特にこれといったものはないかな。じゃあいいか。 OK でしょう。こうやって繋がってないところ見るとなんか行きたくなるよね。まあいいや、高いところが取れれば地の利が活かせるでしょう。と思ったら繋がってない。これはふっ、ちょっと無理かなって気がするけど。は？何これ？
上の方がめっちゃ気になる。これは登りましょう。クライムバンダナ。さあ、ここは、お、コログポイントだ。さあ、登り切った。そして登り切った先にはビリビリ岳。お、あそこもコログだね。じゃあチェックしておこう。他には怪しげなところはあるけれど、ここはちょっとよく見えないからやめておこうかな。橋が崖に沿って作られてるのかな。世界一危険な通学路的な。そしてこれ、これはワット。あ、ちょっと待って、危な。そい、まずはこれを持つ。で、おーっとっとっと、やばい。あー、やっちゃった。これはどうなった。さあ、あの小石がなくなってしまったから、ちょっと離れないといけないかな。さあ、あれはポヨーテ。さあ、あれはコログ。よし、結構コログが見つかってくね。そろそろ戻っても大丈夫かな。うーん、戻ってないっぽい。あ、なんだって。わあ、敵がいる。すごい。こんな渓谷の中で戦うのか。どうしよう、やっぱり一旦下の方に行った方がいいような気がするけど。元の場所に戻りましょう。お、近づいてみたら戻ってる。さてと、これをしっかりマグネキャッチでこうして、上からやっちゃえばいいか。いや、やめとこう。落ち着いてここに下ろして、で、自分が落ちないようにして、お、あ、うまみを呼んでしまった。オッケー。と、さあ、向こう側、あれもやりたいといえばやりたいな。しかし、あれはどうだ、いけるかこれ。お、もろそうな岩。どんどんなんかイベントが見つかる。これは交渉かな。うん、これはマグネキャッチ。よし、さあ、いい感じでコログを見つけていくね。風車の方はちょっと遠いから、また今度にしましょうかね。さあ、地形の把握。あそこに怪しげな場所があって、シーカータワーはあそこ。場所で言うと、この辺りか。まあ、遠くはないけど、高いな。登りきるのが大変そう。
大体 OK かな。よし、じゃああの拠点を潰して祠入りましょう。あれを狙えばいけるかな。距離的に言うとここぐらいか。よし、やったぜ。一匹だけ生き残ってるな。さあ燃えてる。うん、あら、いっぱいいる。話が違う。さてと、じゃあこれはウルフリンクに頼んじゃおうかな。一緒に戦いましょう。さてどうやって戦うか。遠吠えでバレてしまう。おお、これはビタロック止めた。ウルフリンクめっちゃダメージ受けてる。おお、すげえ、あっさり壊れた。さあ切り替えて。おお、痛い。回転切りがうまいとこいかないんだけど。危ねえ、勝った。さすが回転切り。あっと思ったら威力低く。さあガード。ふう、危ない危ない。あの黒いボコブリンたちはかなり耐久力あるから、ちょっとやそっとじゃあ生きてますね。あとダメージ受けた時にまた回復するの忘れた。いけないよな。最近ちょっとハートに余裕が出てきたからつい忘れちゃうんだけど。よくないよくない。さあこれは龍骨モリブリンバット、これは欲しい。じゃあボコバット、これがいらないかな。よし、さあ中身は騎士の盾。おお、これはかなり強い。強いけどどうする。あ、取っちゃった。そっか、さっき壊れたからちょうどよかったかも。ウルフリンクのダメージが結構深刻だな。回復アイテムとか渡しておくべきか。この木は気になるけど、高いところから見ればいいかな。あれ、いけないぞ。登るしかない。さあひんやりアゲハ。ひんやりアゲハは写真撮影したかな。ちょっと忘れちゃった。さあここは地の妖の祠。さて静と動の選択。おお、これは二通りのクリアの仕方があるってことかな。さあ動いてるものはあれ、ベルトコンベアがあるってことかな。おお、すごく近代的。さてゴールはどこにあるんでしょう。見えないな。これはビタロックでコンベアを止めて、そしてあ、とりあえず止める。やっぱり転がるか。転がるけど大丈夫そうだね。これを弓で撃って向こう側にすっ飛ばす的な感じなんでしょうね。じゃあここで止めてシュッ。うん、そっかそっか。これはコンベアを止めるか上のボールを止めるかの選択ができるってことかな。お、あら、あれはガーディアンじゃない。ガーディアンがちょっと危な。お、あーやばい、これはわからなくなった。よけよけ、見えてないよ。危な。
ここで跳ね返してもちょっともったいないかもな。やめよう。アイテムが取れない悲しみを背負うだけだから、次行こう。あれはレーザーフェンスがついてて、ボールは通れる。お、ボールが出てきた。そしてブロックがあるとビームを避けることができると。うん、これ自身を止めると、うん、さあどうやっていくかが問題。おお、宝箱がシールドにはなってくれない。でかいやつを利用していくのがセオリーかな。で、休憩ポイントもある。これはこっちを止めないといけないってことか。これってジャンプでなんとかなるかな。あとはしゃがんで、ちょっとしゃがんでいくのはきついかな。しかも通れるかちょっと怪しいとこだな。じゃあ鎧を着込んでやってみましょう。とりあえず実験。いけそう。いけるね。いけるけどやらないでいいでしょう。間に合わない。投げていってもいいけど落ち着いていくか。さあたどり着いた。お、ゴールか。お宝をゲットするためにはどこからあそこに入るべき？結構いっぱいあるよ。普通に飛んでいけばいいのかな。届くかなこれ。届いた。さあゲット。あ、これマグネキャッチできたんだ。なんだ。さあオパール、そしてお宝すべてゲット。トーク刺さっ。さあ、いて、なんだ、当たるんじゃないか。さっきなんでいけたんだよ。じゃあいけるじゃん。ちょっとだけこれ高いところになると当たるってこと。うん、絶妙な高さだな。しゃがみ状態だったら受けないみたいな設定じゃなくて、ちゃんと高さの判定があるんだね。まあ回復できるからいいでしょう。ここでウルフリンク呼び出して回復してもらえないかな。使えないか。ですよね。よし、さあこの祠はクリアできたから、この辺りに確か馬宿があるって話だから探していきましょう。上には何もないかな。念のため裏側見ておこうかな。あれ、うん、ここをこうやっていくのか。まあルートが自由だからね、このゲーム。どこから行くかも自由。とりあえず道なりに沿っていこうかな。すごく眩しい。さあこの辺り結構気になるね。お、キノコ。こんな乾いたとこにキノコが。ガッツあるなこれ。ビビリだけだけど。お、敵だ。シュー。
ずはここは着替えていこう。おそらくすぐ戦闘になっちゃうと思うけど。ふっ、よし。周りは何もないかな。お、なんだあれ、何かが突き出てると思ったら、うん、え、ちょっと待った、うまみ、危ない危ない、あったあったさあこれは落石イベント、落石はコログとは関係ないっぽいかな。中身が何かあるかも。破壊できるなら破壊してみよう。無理か。これはかなりでかい。動かせそうだけど。結構馬宿が近いイメージあったけど、そうでもなかったな。お、めっちゃさっきから、うわー、なんだこれ、ビリビリしたチュチュが出てきた。これは危ないでしょ。おお、すげえ破裂した。うん、さあ、キチュチュゼリー、エレキチュチュにそっくりなプルプルした塊、はい、周りに電気を発生させる、これがいわゆるポイって投げてすぐ発動するか、時間で発動するとかだったら結構使いやすいと思うんだけど、なかなかうまくいかない。 なんで鶏肉がここにあるんだ。落石に巻き込まれたか、かわいそう。うん、お、あれは取ったことはないかも。あるわ。さてあれは謎食材、いや食材なんだあれ、ライトか何かのスイッチか。お、人だ。どこかにいい馬は。ああ、ズッキーさん、いやーやー、こんなところで人に会うとは、不幸中の幸いとはこういうことなんですかね。私もあなたと同じ旅人なのですが、この峠で魔物に襲われてしまいましてね。その時相棒の馬が逃げていってしまいまして、ここで立ち往生しているところだったんです。馬さえいればまだ旅を続けられるのに。馬さえいれば。なんでそこを強調した。さあその馬買い取ります。あなたのその馬、無理を承知でお願いします。その馬を300ルピーで譲ってもらえませんか。わかりました、お断りします。これはさすがに旨味を上げるってのはちょっと、そうですか、うん、見れば苦労して捕まえた馬のようですからね。もし売ってもいい馬がいれば連れてきてください。野生馬でも構いませんのでお願いいたします。ふむ、これエポナを連れてきたくなるね。骨馬とか連れてきたらどうでしょう。ここまで骨馬連れてこられるかな。そこら辺で捕まえた野生馬をあげるぐらいだったらいいでしょう。その馬買います。馬を連れてくれば300ルピーで買い取ってくれるというが、ズッキーの体格に合う適度なサイズの馬でなければならないようだ。適度なサイズの馬ってどういうことよ。あとこれは何よ。
関係ないか。あ、ごめんなさい。私の相棒にぴったりです。とんでもない。断られた時のなんかリアクションが俺にそっくり。はい、すいませんみたいな感じで。そんなところに親近感を覚えなくてもいいんだけど。あれ？あ、消し飛ばしちゃった？まあいいか。お金は結構あるからね。ぜひエポナとか骨の馬を連れてここまで行きたいですね。さあ道なりに沿っていくと、ちょっとここ気になるかな。見ていきましょう。さあこれはシャッターチャンス。あれ消えちゃった。青いトンボはまだ撮影したことがなかったような気がするけど、まあいいでしょう。この辺りすごく怪しげだけど見落としちゃいそうだな。壁面とかにマグネキャッチできるイベントがあったりして、あそこはめちゃめちゃ気になるけどしょうがないか。さあまた食材がある。お、ここから登ってくださいと言わんばかりだが、上の方に行くと何もない。ここを登っていけばシーカータワーに近づけるってことかな。そうっぽいな。馬宿を探して一旦区切りをつけようと思ってたけど、なかなか見当たらない。お？なんだ今のボボンって。虫を踏んじゃったのかな。え、何これ。あ、びっくりした。なんか煙いものがあったけど、わあ、また。え、ちょっと予想以上にちょっと落石が。さあマグネキャッチできるものがある。これを使ってどかしましょう。丁寧にどかしたつもりはないけど、まあ通れればいいか。お、怪しい。っていうか全然馬宿が見えてこないんだけど、シーカータワーもちょっと離れちゃったし、看板にちょっと騙されたかな。看板さえ読まなければこっちに来なかったと思うけど。さあルビー、結構いいものゲット。わーっと、あぶね。いて、うわー、うまみ貴様。ふん、うまみが怒った。兵士の槍かいらないかな。戦い損か。そして祠の反応がある。
かなり興味を惹かれる場所だけど、特に何もないかな。お、あれは馬宿だ。ようやくたどり着いた。で、近くに祠があると。おっと、これは、え、あれ、なんか動きそうな予感がする。よかった、動かないっぽい。よし、じゃあ祠を見つけてワープポイントを作っておこうかな。こんなところにまでガーディアンが出てくるってことは、大厄災の戦いをだいぶ広い地域にまたがってたんですね。お、何あれ、気になる、気になるけどちょっと遠いかな。さあ、祠発見。お、マグネキャッチできる鉄の箱がある。そしてハンマー、ハンマーか。でもこれから祠に入るからちょっと様子を見ておこうかな。でもかなり気になりますね。慶の井の祠。さあ、エレキの力、とうとう電気系が出てきた。これはかなりビリビリいってる。さあ、持ち上げて、とりあえず置いちゃう。お、これ自体が電池なんだ。触れていると電気がつながるっぽいかな。うん、止めてみたらどうだろう。お、うむ、あ、わざわざイベント。よし、さあ、そして玉があって、うん、これはここにある玉をマグネキャッチで持ってこれるかな。途中でしまっちゃうかな。ダメそうだね。っていうか帰れなくなるね、これ。両方ともつなげればベルトコンベアが動き出す的な感じかな。お、あー、敵だ。さあ、カモン。あれ、もう一回。あと、今のタイミングいいと思ったんだけどな。しょうがない。あ、弱い。なんだ、普通に殴ればよかった。さあ、そしてこれはまず叩き落としてからの、ダメか。これでコンベアが動いて石が落ちる。さあ、小さな鍵、なるほど、これで扉を開けろと。お、下に落ちた場合のことも考えられてるっぽいけど、お宝はまだある。お、ちょっと強く、おっと、危ない。やっつけちゃうっていうか殴ればいいかな。あ、結構硬いぞ。うん、わ、やばい、これ電気ビリビリって効くかな。よし、効いた。ガーディアンナイフ懐かしいな。これ最初強いと思ったけど、今になっちゃうと普通ですよね。
お、なにこれ。うん、水の中に電気が通っていて、どうやらブロックを近く寄せると電気の波紋みたいなやつでつながっていくってことかな。さあ、それじゃあライデンの剣トーク。お、一瞬ビリッといくけど開くってほどでもないね。うーん、じゃあエレキロット。ダメか、一瞬だけつながるけど、あ、どういうこと。あ、うん、少しの間だけ謎解きにも使えなくもないみたいな感じかな。さあ、これをな、なんだあれ。あー、電極か。じゃあこの辺りにつながった。うん、まだ宝があるぞ。角度で言うと、あれ？全然違う方向か？こっちか。目に入ってなかっただけかも。あ、この真下か。あれ？違うな。これを全部取り出してみようか。おお、めっちゃ近く行ってる。さてと、ちょっと出られなくなった。危ない危ない。あ、あったあった。なんだ、普通にあった。下じゃなくて上だったよ。さあ、ゲルドのナイフ、耐久アップ。ゲルド地方で使われる最も一般的な剣。うん、さて、じゃあ持っていかないとまずいから、ガーディアンナイフは置いてっちゃおうかな。待て待て待て、違う違う、開かないと。よし、そしてこれを媒介にする。届くかな。若干届かない。ここにつけてる、あ、届いてたか。まあいいや。よし、 OK。 さあ、とうとう電気を使ったトリックが出てきたね。さて、無事クリアできたかな。ただアイテムがいっぱいだから、この辺り気になるけど覆っておこうかな。電気を使った謎解きはこれからも出てくると思うから気をつけていきましょう。手持ちの武器で一瞬だけ通電させることもできるけど、やっぱりちゃんとつなげた方がいいってことだね。これは何もないか。あとは電極を水に浸すとあえてつながったりとか、そういうところも覚えておくべきかな。これはゲルドキャニオン馬宿。はい、ちょ、そうじゃないでしょ。出た。よし、ぽい。こういうのは迷惑だから絶対やっちゃいけないよね。現実世界じゃやれないけど、ゲームだからやっちゃう。わっと。さあ、馬宿。テリーさん、暑いです。
そしてカシワさん、この辺すごくカラフル。はいはい、力役どうぞ。さあさあ、さあこの辺りはまず木の矢を買っとく。そしてひんやりアゲハ、うん、マックストカゲか。これはどうしよっかな。全回復が作れちゃうと思えば買っておいていいでしょう。全部買う。はい、ポカポカヤンマ、まあまあいるかな。ひんやりアゲハ、うーん、どうしよう、買っちゃおうかな。はい、よし、爆買い。そしてカシワさん、どこにでもいるね。いやー、またお会いしましたね。うん、ずいぶん遠くまで来ました。私には翼がありますが、それでも一苦労です。私の師匠はハイラル王家に仕えた宮廷詩人でした。100年前の大厄災にまさにハイラル城で遭遇し、命からがら遠くまで逃げ延びたそうです。その場所にいて逃げ延びるってなかなかすごいですね。さすがリト族っていうところか。まあ師匠がリト族とは思わないけど、私の旅と違い、いつも危険と隣り合わせだったのだと思います。うん、今の言い方だとどうなんでしょうね。さあすみません、おしゃべりが過ぎましたね。そろそろ本業に戻らせていただきます。私の師匠より直伝された古の勇者の歌、よろしければ聞いていきます。うん、結構長い話だったけど、やっぱり1万年前はガノンにとってはかなり無理ゲーだったってことだよね。目覚めてみれば
勇者リンクだけでなくて周りにはガーディアンがいっぱいいて、しかも神獣からは攻撃を受けるし、それは1万年間ぐらい立ち直れませんよ。でも今回はそれをバネにして復活したってことだよね。さあ、カシーワさんの長い話を聞いたけど特にチャレンジ起きなかった。さあ、あなたは？お、コマナさん、俺の仲間たち見かけなかった？ベニー、アマニ、ナタネ、パームって名前の4人の旅人なんだけど、ちょっとご存じないかも。なんか全部油っぽい名前だな。そりゃあ知らないよな。俺はさ、そいつらと一緒に旅してたんだけどよ、梅竹大地の街道あたりで急に魔物が出てきてさ、一心不乱にここまで走ってきたんだ。でもよ、振り返ったらよ、みんないなくなってたんだ。まさか魔物に。いや、みんなきっと無事なはずさ。だから俺はここでみんなの帰りを待ってるんだよ。うん、待つのも大事だよね。君をこの辺りの街道で彼らを見つけたら、ゴマナがここで待っているって伝えてくれないか。うん。さあ、ゲルドキャニオン失踪事件。仲間との旅の途中、梅竹大地の街道あたりで4人の仲間が消えてしまった。うん、これさ、ホラーゲームとかだったら実はこのゴマナさん自身が失踪者とか、そういうオチになるよね。お、なんだお前、俺を見るだけで懐いてきて。可愛いやつだな。しょうがない、こういう子には弱いな、まったく。じゃあお肉渡そう。上鶏肉だ、どうだ。ささみだぞ。よし、今回結構ちょっと長くなっちゃったから、そろそろ切り上げておこうかな。暑いです。でも周りの人気になります。カンギスさん、見せましょう。長い年月をかけ風によって削られた渓谷、なんとも雄大な景色だ。いやー、また会ったな。昨日旅の途中かね。カンギスさん結構すごいよね、いろんなとこ旅できて。はい、じゃあこんなん出ましたけど。うむ、この絵なんだ。カラカラバザールではないか。バザール、ゲルドの町の手前にあるオアシスだ。このまま南西に進めば簡単に見つけられる。南西ね。さあ、有益な情報ゲット。一国情緒あふれる良いところだ、一度行ってみるといい。さあ、カンギスさんすごく有能。だいたいこれで馬宿の人の話は聞けたかな。ポカポカの実。よし、じゃあ失踪者のことは覚えておいて、そのなんとか街道に行ったら見てあげましょう。なんかどこかで聞いたことある音楽かな。アレンジされてるのかも。さあ、うなだれてる変な人。寝てるピルエさん。起こすっていう選択肢がない。申し訳ないが、ちょっとピリッと。あ、起きない、なんてこった。やるじゃないか。うん、あ、すごい強いこの人。さあ、これはキノコと、岩塩、ひんやりキノコ、そしてひんやりだけか。バターと米か。これは米だね。ちょっと作ってみたいかな。米、ひんやり、バター、岩塩。そろそろ切り上げるとか言っといて、これだもんな。楽しくてやめらんないね。大丈夫かな、わかりません。ひんやりだけ、そしてバター、米、岩塩。よし、さあ料理。確かにここから先は結構、うん、ひんやりキノコリゾット。ハイラル米をじっくりと煮立てた料理。キノコとバターの香りが食欲をそそる。うん、リゾットっていうのは油でさっと炒めた米を使ったおかゆみたいな料理らしいですね。うん、これから先は砂漠の方に行くから。おー、起きた。はい、あんちゃん、ゴーゴールだけ持ってないか。どうしたの。俺はな、疲れちまったんだよ。なんか馬宿のところって結構普通の速さで進むことにな。初めてゴーゴールだけに手を出したのは5歳の時だった。お前はあの時から毎日欠かさず食べてたよ。おかげでかけっこいつも一番だったよ。いいじゃないですか。あれから55年、俺はもうゴーゴーだけが大好物になっちまった。だがな、いくらゴーゴーだけを使っても崖に生えているゴーゴーだけを取るには俺は年を取りすぎたようだ。ああ、頑張り力が減ってきちゃったんですね。だからここでめぼしいやつに声をかけてゴーゴーだけを集めてるんだ。そういうやり方もありだよね。どうだい、ゴーゴーだけ55個でダイヤモンドと交換ってのは。
交換条件のレートがちょっと高い。ダイヤモンドはめったに手に入らないお宝だ。悪くない取引だろ。取引がしたいならまた声をかけてくれ。俺はいつでもここにいるからよ。さあ最終ミッション55だけ。55なんだそれ。55だけが大好物らしいが取りに行けないから55だけ55個持ってきてくれればダイヤモンドを引き換えてくれる。はい、うん、なんか最近馬宿で疲れてる人ばっかり見てるからそういう人かと思ったけど、おあ、どんどん新しい人が増えていく。終われない。あ、サボってませんよ。そういう意味じゃないか。ワスクさん、伝説のトレジャーハンター、私はワスク。馬宿にだってお宝はあって。それはつまり何です。まあ、ボーイのこと。ボーイはゲルドの言葉で男のこと。私にとっては目のお宝ってわけさ。んうん、なぜ男がお宝。あ、馬宿で若いボーイを品定めするのは私にとっては目のお宝なのさ。なるほど。じゃあリンクはそれほどお眼鏡にはかなわなかったって感じかな。確かに体格がいいもんな。もうちょっとがっしりとした体つきの人が好みなのかもしれない。さあボーイハントされてしまわないうちに一旦切り上げておきましょうかね。よし、 OK でしょう。いい音楽だ。あ、近くに寄っちゃうとちょっと止まっちゃうんだ。あ、じゃあ邪魔しないように聞いておこうかな。じゃあ今回はここまでにしておきます。ちょっと時間食っちゃったけどいろいろ収穫がありましたよね。さて目指すべき場所はここから南西の方向に行くとアルバムが開放できると。そしてここにあるシーカータワーを目指していきたいかなと思います。じゃあまた次回よろしくお願いします。さあ今終わろうと思ったんだけど新たな旅商人が現れたのでちょっと話しかけていきましょう。さあマビンさん、物を売りに砂漠の向こうにも行ってみてえが、ロバや馬は砂に足を取られちまうからな。なわけでオラはこの辺で商売してるだよ。ちなみにオラの自慢の売り物は虫だ。遠慮さしねえで売り物見てってけろ。はい、ヤンマなら揃ってるけ、ゆっくり見てっけって。揃ってるけって言いながらも2個しかないんだけど。じゃあひんやりヤンマ、これは持ってないっていうかまだ1回も取ったことがない。これはちょっと自分で取ってみたいかな。じゃあやめます。はい、さよなら。うん、そんじゃあお互い達者でな。うん、あとアミーボ使うの忘れてたかな。じゃあ最後にほい、おっとギャッとかいいろんな人を脅かすってのも結構楽しいかもね。さあ兵士の盾、お、うん、確か護身の盾が壊れそうだから置いてっちゃおうかな。やっぱり壊されそうな盾よりもしっかりとした盾がいいですよね。よし、じゃあまた次回よろしくお願いします。